わそわそわそわ、落ち着かないよ。なあ海ってば、今からそんなんじゃ本番まで持たないよ。だってめぐみプロデューサー、みんな今回のドラマ楽しみにしてるよね。そりゃそうでしょ、私たちがやったバニーポリスの待望の続編だもん。だよね。このライブもバッチリ決めないとね。って、あれ、海、おーい、どうかしたの？めぐみ、プロデューサー、私、なんか緊張してきちゃったみたい。海がそわそわしてたのって、早く歌いたいからじゃなかったの？お芝居をみんなに見られるんだって思ったら、なんか、それでか。でも海、今までだって自分と違う性格の役をやったことあるっしょ？でもここまで違うっていうか、ド S っていうのは初めてだから、なんか見てくれた人が思ってたのと違うってなっちゃったりしないかなって心配だよ。そりゃ想像と違ったって人はいるだろうけど。だよね。でも新キャラなんだから想像と違うも何もって感じじゃない？それにさ、なんダメだ、プロデューサーバトンタッチ。そうそう、それがいい。それにそっちのがいいっていうか楽しくない？サプライズじゃん。ああそっか、さすがプロデューサーとめぐみだね。いつもと違う私をみんなにサプライズで楽しんでもらえるように。そう考えたらなんか楽しみになってきたかも。お前だけは絶対に逃がさない。バニーポリス副隊長役の所めぐみです。ねえ小ウサギちゃん、遊びましょう。新キャラシンジケート役の高坂海です。今日は私たちのステージを最後まで楽しんでいって。